環境熱流体工学研究室の土井です。この研究室では自然、機械、生態などに見られる物理化学現象について、熱、流体、物質輸送の観点から現象について研究し、さらに現象の支配パラメーターを抽出することによって、それを生かしたクリーンで高効率なエネルギー変換、マイクロナノスケールの輸送技術、センサーなどの開発を行っています。これは液中の微粒子一粒を検出するためのマイクロナノ粒路というものです。左の図に示すように、半導体集積回路を作成するための微細加工装置を用いて、ガラス表面に微細な粒路パターンを形成します。これは200マイクロメートル四方の面積の中に作られていて、髪の毛1本の断面積ほどの大きさです。さらにこの中心に断面が500ナノメートル四方で、長さが4マイクロメートルほどの粒子を検出するための検査部が作り込まれています。さらに左右に 0.1 ボルトほどの電圧を引火して微弱な電流を発生させると、粒子1個が検査部を通過するときに右下のような電流応答が得られます。これより液中に存在する粒子1個の存在を電気的に捉えることができ、得られる電流波形をよく調べることで粒子の特徴が明らかになり、それらの種類を識別することが可能になるかもしれません。一定の電流が発生している流路に沿って、微小ガラス電極を操作しながら液中の電位を測定します。これより時間に対する電位のグラフが得られます。次に取得した電位のデータをヒストグラムにし、各電位の値を特定します。微小ガラス電極は電動ステージに取り付けられており、ステージは一定の間隔で移動するため、各位置における電位の値に読み替えることができます。さらに各位置で電位の傾きを計算することにより電場が得られ、特に絞られた検査部では一様な電場が確かめられます。この結果から液中において局所的にオームの法則が成り立つと考えることができて、治療液の導電率や濃度を導き出すことができます。以上のようにマイクロナノメートルスケールの現象を捉えることができるようになると、これまでにない新しい測定手法や機能を見出すことができるようになります。私はナノ粒路デバイスを製作する装置の使い方を覚え、一人で使いこなせるようになったとき、面白いと感じました。最初に装置の使い方を習ったときは、複雑な手順で大変だと思いましたが、何度も練習していくうちに慣れていくので、成長を実感できます。また、何度も実験条件を細かく変更し、最終的にいい結果が出たときは、研究を続けていてよかったと思いましたし、これからも頑張ろうと思います。